なんだって。お前の中にある僕の思い出が形を取った影、それが今の僕だ。僕がこうしてお前を殺そうとしているのは、こう、お前が内心で望んでいることなんだよ。違う、そんなことはねえ。俺の望みはみんなの笑顔だ。お前なんかに惑わされることじゃない。覚悟しやがれ。頑固だな、こうは。なら実力で証明するとしようか。お前も死ぬんだよ、こう。まさか、ここまでとは。バカな、神である僕が。お前は神でも、神兄でもねえよ。さよならだ。ま、ざっとこんなもんだ。こう。悪い。サザエさん。式神がいないのに、無茶しすぎた。ちくしょう。動かねえ。すごい熱、なんとかしなきゃ。どうせバカなら、こんな熱くらい感じないバカになってればよかったな。それこそバカなこと言わないで。逃げろ、月子。関係ねえ。このままだと月子が。でも月子、逃げろ。ダメですよ。ここから先は立ち入り禁止。悪のはびこる隙間なしです。もう大丈夫。何も怖いことはないから。それくらいはな。すまねえ、メイちゃん。困った時はお互い様。大丈夫、みんな守ってあげるから。おにゃんが。
結局来てしまった。私は一体何をしているんだろう。ここで月子さんとあの人は何をしてるのだろう。あの二人も中で楽しく過ごしているのだろうか。今の私は滑稽だ。こんなところにまで来て、それなのに勇気がなくてこれ以上進めない。二人が中でどうしているか知りたい。でも二人がむつまじく寄り添っているとしたら、それを見たとき私はどうするのだろう。怒るのだろうか、嘆くのだろうか、それとも絶望。いいえ、分かってたはず。私はそれにしてもよく悲鳴が聞こえる。何やら陰気や邪気、死の気配もしますし、特に神事ではないと言っていましたが、明らかに儀式が行われているのは間違いないように見えるのですが、やはり学園祭というのは生贄を捧げる祭りなのでしょうか。いかに祭りとはいえ結界も敷かず、まして外来客もある状況でここまでの釘を伴うのは問題があるような。やはり捨ておけません。主催の者に事の次第を問いたださねば。この邪気はただごとではない。行きます。これこれ、この悲鳴。あなたは一体全体何のつもりですか。いきなり何をするんです。いや、また肩に力が入ってたからほぐそうと思ってね。あんなじゃ全然俺に気づかなかっただろう。あ、でもそのためにわざわざ抱きつく必要はないでしょ。そんなに私をからかって楽しいですか。いや、楽しいかって聞かれるとそれはこの上なく楽しいんだが。今何と言いましたか。いや、なんでもない。そんなことより事件の方が先だ。行くんだろ。そうでした。改めて行きます。そうこなくっちゃ。さて、ローゼンキャバリエ参る。悪い連中だ。この魔は魔を封ず。バラの騎士の剣、避けられると思うだ。だいぶ片付いたか。しかし意外と数が少ないな。メイや光太郎がやってくれてたってことか。この絵さん、
油断禁物だな。なるほど、まだ実体化しきってない。だから気配もないと。頭いいね、こいつら。以前の怨霊と同様、倒しても散っただけで滅してはいません。それどころか己を捨てて他と混じり合い、一つとなって力を増そうとしている。合体してパワーアップってわけだ。どうする？でも使うしかない。やった！外すわけにはいかない。もう私に次の一撃を放つ余力はないだろう。行け、やった。やったか。いいえ、逃しました。おい、大丈夫か？大丈夫です。少し疲れただけで。なかったなんて。なんか言ったか？いえ、何でもありません。それより私は大丈夫ですから、孝太郎さんたちを探さないと。孝太郎さんは今本調子じゃありません。同行している月子さんもあまり体が丈夫でないと聞いています。確かに万一のことがないとも限らないが、名医がついてるから大丈夫だとは思うが。わかった、行こう。はい。孝太郎さん、どこだろう、あの人は。つい先日熱を出したばかりなのに。大丈夫さ、こんなことでやられるやつじゃないだろう。そうですよね。な、無事だったろ？はい。孝太郎さん、どうしてです？大丈夫よ、慌てないで。別に何かあったわけじゃないから。新兄の偽物のやつぶっ倒したまでは良かったんだけど、その後いきなり来ちまって。やっぱ体の方治りきってなかったみてえだ。月子やメイちゃんに迷惑かけちまった。うん、私は大丈夫だから気にしちゃめえですよ。そうよ、気にしすぎはダメ。
だいたいコウはもともと体弱いんだから、無茶したらバテちゃうに決まってるでしょ。あの、コウタロウさんって体が弱かったんですか？そうよ、よく私が看病してあげたもんね。たまにはだろ、たまに。だいたい最近はなかったじゃないか。もうコウったら、最近って言っても本当にこの何年かでしょ。自分の体を過信しちゃダメ。油断したらすぐにぶり返しが来るんだから。まあ月子の言うことだと説得力あるよな。お前も元気になるとすぐはしゃいでまた熱出すからな。そんなこと言うのはどこの悪い子かな。月子、やべ、あ、それ痛い、マジで痛いぞ。と、そういうわけで別にあの化け物のせいで怪我したわけじゃないの。は、はい。この人は私の知らないコウタロウさんを知っている。それも私が全くお呼びもつかない域で。それにしてもサヨタンも来てたんなら言ってくれればよかったのに。そしたらみんなで学園祭回れたのにな。私がいたら邪魔になったかもしれないではありませんか。学園祭の邪魔にならぬよう私は。邪魔になんかならねえって。俺と一緒ならなんてことないさ。あなたはそうやっていつも無理をしようとする。だいたいなぜそのようなことになるのですか。そうよ、コウは無茶してばっかりなんだから、いい加減少しは改めないとダメよ。うん、月子とサヨタンの言う通りだよな。とりあえずこんな風に迷惑かけないよう気をつけるよ。そうよ、気をつけなきゃ。そうではなく、私が言いたいのはそもそもなぜ膝枕なんて。そのいえ、おい、無事か。おっさん、文子だもん。こちらは特に被害は。コウタロウさんが無理をしてこうですけれど。なるほどね。どうやら襲われた人間たちも気絶している以外は特に問題はないわ。正規を襲われた様子もない。どうやら脅かしたというところらしい。一体何が目的なんだか。ま、誰も死んでない。まずはそれを良しとしようじゃない。企み事を暴くのはその次だろう。だな。連中の思惑通りなら、なぜこれで城が落ちない。エネルギーは集まったはずだ。連中は失敗したのか。いや、まだ何かを企んでいると見るべきか。まったく厄介な。どうかしたのですか、雪城か。いや、なんでもない。年を取ると独り言が多くなるのさ。はあ、そうなのですか。そろそろ大丈夫だ。あり、月子。あんな風に物怖じせずにあの人に接することが私にもできたら。